はいどうも、妖怪三国志国と領図を札だったんだね。今回もやっていきます。今回はね、また2日経ちましたんで、コインがね、桜コインがまた10枚貯まりましたので、桜コインとね、あとは国取りとかね、ビンゴミッションで、こっちはもうすぐかな、小生コインとかね、ゲットできそうなので、この辺もね、明日なんで、あれだね、明日だね、もうこれから毎日小生コインって感じだね。という感じで、いいコインね、回していきたいと思います。アメミキサーこんな感じかな。あと国取りでね、四国志が終わって、また金曜日からね、日程変わりましたよね、国取りね。それも回していきたいなと思います。アメミキサーこんな感じかな、まだ大当たり出てない。そしてこの明神さんがね、10等と行きましたんで、一回後編儀やってみましょうかね。まあこれ本当は小生召喚があるんで、あったね、これね。結構いいよね、この明神さんね。さあ、1、2、3、6分の1だ、超クリティカル。曇りアップか、でも曇りアップいいな。これで曇りアップが5個になったぞ。曇りアップ5個だからどうしようかな、1個ぐらい合成しちゃう。よいしょ。という感じで、かなりいいね、明神さんいいね、明神いいね。はい、という感じで、またちょっと明神10凸させたいなと思います。結構降臨チケットね、余ってるしね。まあ本当は小生召喚にね、使いたいんだけどね、まだちょっとこのドクロばあちゃんがね、足りてないので。はい、というわけで、このチャンネルはね、妖怪三国志国と領図のプレイ動画、攻略動画をね、ほぼほぼね、毎日更新しておりまして、よろしければね、チャンネル登録お願いします。はい、そしたら通常ミッションも、これがだからちょっと午後で合成やりたいかなと思います。その前に、まだ頑張ってるね。こっちか。絆追加、15万貯まったんで、特徴限界突破でしょうね。まあ今回いいよね。あとちょっと選べるコインもね、質問来てるんで、いつかやりたいなと思ってます。だけどちょっと今はね、こっちを、いや、交換したいな。よいしょ。何をしたいかというと、コロンブスね、今特攻なんで、質だともったいないんで、徳の方でね、やりましょう。これで少しでもね、スコア上げたいと思います。はい、ちょっと待ってね。金貨を、このイベントね、まだ交換してない人ね、交換しましょう。小生コイン、これで毎日小生って感じで、マシン S コイン、S2 コイン、あとどうしましょうね。スタンプを交換したから、45万、G1、ワクワクコイン、コウソンさん、まだあるね。G1 がいいんだよね。G2 はそんなに正直、必要としてなくて。イベント。どうなんでしょう。ちょっと残りは修練石とか適当に交換したいなと思います。はい。頑張りましたね、イベントね。ということで、
ハイスコアチャレンジね、こんな感じです。結構ねみんな特攻ゲットしてんだね。順位がこんな感じます。コロンブスね、強くしたら最後順位ね上げるために一つ一つ丁寧にやりたいと思ってます。よいしょ、ゲットならずか。まだ6凸かな。まあ容器の数まあまあなんだよね。ただいま桜オロチは6凸だね。あと4回になってます。まあ必勝限界突破の書使っちゃうと、あ、じゃあ必勝手形使っちゃうとねちょっともったいないよね。せっかくコロンブスいるから本当はねいちいち倒した方が本当はいいのかなと思ってます。はい、じゃあごめんなさい、ガシャ回していきましょう。前回ね群馬市にはダメでしたね。23日までね、10連ガシャチケットもらえるので、ぜひね最近ログインしてない人は調整コインもねもらえるんでぜひやってみてください。はい、じゃあそしたら行きましょう。コイン、桜コイン、国取りコインがね今本当はいっぱい回したいんだよね。ババン光月星出たら、光月星出ないね。早く調整召喚してみたいね。エンラね。さあ、じゃあ桜コイン行きましょう。よっこいしょ。あー、今回ダメだ。まあこれ75連できるはずなんでね。おお、でも金が3つ、どうなんでしょう。来い。あー、そっか、これダメ金パターンですね。注意しましょう。なるほどね。じゃあまた2日後にやりましょう。さあ、あとはそうね、マイルコインもうやっちゃいましょう。お、やったか、マイルコイン。すごい、マイルコインできんだ。嬉しい。誰だろう、厄介持ってるけど。マイルコイン厄介2回目だ。厄介、マイルコインでいいの出ちゃったよ。まあもともとあとは金だから。あ、ワクワクコイン、ごめん、今度にさせてくれる。ちょっと今厄介が出ちゃったから、ちょっと副コインもまた今度にさせてくれる。厄介出ちゃったからね。そしたら S コインいきましょう。これはもうねとつってるやつが出てほしい。あー、1枚ずつになっちゃった。はい、読み元帥が超限界突破1になりました。これはね勲功アップが効いてるのでぜひおすすめだね。そしておすすめ2個目、光オロチか闇キュービーがいいんだよな。さあ来いよ。うわー、最悪だ。大釜は10凸してるんよ。大釜これ何回目だろうな。そうだが10凸ためらっちゃうんだよね。さあごめんなさい、ここも10凸してる総人以外がいいな。できたら義援がいいね。よいしょ。おお、ベストが出ました。銀はねパワーアップ分マシンなんで今おすすめですね。4凸になりました。今いいね、群馬神育成
すごいいいね。さああとはちょっとここは装備がいいね。聴覚以外孫作だともう十突しちゃってるから、超十突しちゃってるから、孫作と聴覚以外、うわー孫作出ちゃった。孫作超十突しちゃってんだよね。もう今後こういうことが起きそうだね。次のランク待ってます。100もったいねー。超十突したら次小生に召喚できるようにしてほしいな。ダメかな。さあじゃあラストね、小生コインいきましょう。もうこれは私ね、もうここまで来たら草薙がいいな。草薙いないのか。まあみんなもうゲットしてるんで。はてなで。これが小生確定なんだ。なんか一回覚えたんだけどな、小生確定の感じ。おお、百鬼姫です。百鬼姫は超五突まで来ました。すごいね。いいもん食わせるか。なんかすき焼きってどうなったんだろうね。はい、というわけでこんな感じでやってみました。桜コインみんなどうだったですかね。よろしければ教えてください。ちょっと今回丸コインでも金が出たので、これはまた今度やりたいかなと。明日やろうかな。うん、明日明後日か。うん、日にちを変えてやった方が良いような気がするので、うん、またやりたいと思います。結構あれだね、調整もとつってくるとね、大津の神も五突で、百鬼姫も五突なんでね、この辺グレードを上げちゃえば、すき焼きがないのか、もっと強くなる、6000超えるはずなんでね、あ、6000超えねえか、5900ぐらいまでいくはずなんで、うん、いいね、どんどん強くなってきたな。結構待ってんだけどね、なんか一応、前の生放送で、すき焼きの量が緩和されるみたいな話もあったんで、この辺のね20個とか10個とかバケモンみたいな数のすき焼きのやつがなんか緩和される予定もあるみたいな話を生放送で言われてたので、まあぶっちゃけ待ってるんだけどね、この辺ぬらりも草薙も百鬼姫もね、まああんまりイベントで使うほどは強くはないので、うん、だけどここまでね5凸とか4凸とかしてくるとイベントで使えるレベルに、うん、なってきたんでね。大釜なんかすごいな、10突してから3回くらい来たよ。まあオロチもそうだけど、なかなか難しいとこですね。はい、でもねイベントね楽しくやってるとこうなるんで、ぜひねイベント楽しんでいろいろ強化していきましょう。この辺でね、ぜひ一度大名人やってみてはいかがですかね。よろしければやってみてください。ゾロ目はね、こいつは、本当は10突してね、もう一回10突して、ハイスコアチャレンジでね、上級かな使って、活躍させたいと思ってます。はい、じゃあすいません。今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、またお会いしましょう。歯茎は土曜日ですね。うん、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。